はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモリです。本日はこちらチェンムベースボールスタジアム、日本語読みすると天母ですね。天の母って書いて、はい、ここは台北市にある屋外球場ですね。ここは実はミゼンドラゴンズっていう台湾のチームの本拠地でして、ミゼドラね、ミゼドラ、台湾のドラゴンズ、ミゼンドラゴンズといえば広州なんですけど、はい、広州はなんか今日本にいるみたいですね、はい、入れ違いっすね。今日はここでね、日本対ドミニカのねプレミア12オープニングラウンドの最終戦があります。一応日本はね、昨日勝ったことによってもうスーパーラウンド東京への進出がもう決まってるんで、勝とうが負けようが1位進出決まってます、はい、ということで、消化試合って消化試合なんですけど、僕もこの台北でね5日間野球を見続けて、一応今日がね最終戦になるんで、はい、最後ねこの台北で、悔いのないように全力で声援を送っていければいいかなと思います。この後雨が強まりそうなんですけど、はい、こう寒いですけども全身全霊でいきましょう。さあ球場に入っていきます。おお、やっぱミゼンドラゴンズのチームカラーが赤やから結構赤系統ですね、球場の中も。おい、なんか桜が吊るされてる。あ、これはドラゴンビューティー、ミゼンドラゴンズのチアですね。あ、リンシャンですね。リンシャン今年からミゼンドラゴンズなんですよ、楽天モンキーズから。これ誰やっけ、見たことある。ちょ、リンシャンしか分かれへんわ。広州どこ？イーモレルさん。イーモレルじゃない、ビーモレルです。台湾のオリックスファンですか？タイです。タイが。タイランド。タイには10月行きました、僕。プーケット、プーケット。さあ、来ました。うわ、これが、ウェイチェンロンの本拠地です。さあ、本日はこちらです。ここが応援席にやってるんですよね。で、まあ、雨やし、台湾は今、ドームでやってるから、まあ、ガラガラっすよね。しかも今日平日やしね。これはなかなかね、いろんな意味でハードな戦いになりそうです。バーナムジュニア、バーナムジュニア。ウィキナリオーグラウィンズッケ、ウィキナリオーグラウィンズッケ。怖い。普通にこれ仮設スタンドないけど、これ怖いで。リップ、リップ。ジャンプダメっすよ、強制ローリー危ないと思う。よっぽど強制ローリーだマシ、これなんかさえるいどりと華麗なる趣味は輝く君の奇跡、終わりの君ちブラバヤシオウィッツゲー。雨も強くなってきて、日本も今逆転されて泥試合か、これは。腹減ってなんか飯食おう思ったんですけど、飯のバリエーションがちょっとやっぱり少なくて、あんまりなんか食べたいなっていうやつがなかったですね。今回の台湾遠征でね、まあ、台湾の台北ドームとこのゲーム来てね、思ったのは球場飯っていうところはやっぱりまだまだね伸びしろはありそうですよね。そう考えるとこの日本の球場飯ってやっぱ優れてるんだなと思いますね、はい。だから僕たちに野球場へ行こう。普通にもう寒いんやけど、まあ、台湾って言うてね11月でも全然暑いんですけど、半袖でいけるって聞いてたんですけど、もう普通に寒いっすね。雨風気温もそんな、多分これもう20度ないんじゃない。
そうに半袖マジで寒いっす。やばい、マジで風邪ひく。いやほんまにこれ風邪ひくぞ、やばいぞ。まさか台湾最終日にこんな修行みたいな試合を観戦するとは。欲を言えば早く終わってほしい。あらら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 、気持ちを込めて、ダイナマイトホームランサノゲイダ、ダイナマイトホームランサノゲイダ、ダイナマイトホームランサノゲイダ。日本ということで、この雨風極寒の中のね、いやまあいろいろハードな試合でしたけど、まあ最後勝ててよかったっすね。で本当これちょっと帰ってあったかくしてね寝たいところなんですけども、今からこの動画の編集がありますんでね、まあ、だからね上がるのが早かった時は皆さん褒めてください、はい、いやまあしかしね今日で一応台湾最終日なんですけども、いやまあね、まあ、まだ動画に上がってないね試合とかもいろいろあるんですけども、いや本当にね、まあ、総じてまず台湾大好きだなっていうので、台湾の人たちのあったかさ、そして台湾の応援文化っていうのもね本当に最高でしたし、本当に今回の台湾遠征マジで来てよかったなと、最高の旅でしたね。まあ日本はねこの台湾ラウンド終わって今から東京に戻ってスーパーラウンドということで、まあここからが結構ねタフな戦いやってくると思うんで、引き続きね東京でも、侍ジャパンに声援を送っていければなと。そしてねなんと台湾もね東京に来ることになったんで、台湾の応援もねしていこうと思います。日本台湾ともに東京でいい戦いしましょう。野球ってええな。